どうも、伊達隊長です。今日のテーマはサザーン。はい、ということでね、ロッキーも終わりましてね、次はもうアルバム、冬アルバム待ちですね。みんなね、楽しみですね。で、今日は何をやろうかというと、まあ、ロッキンの一回ね、こう熱量冷めやらぬ中ね、何をやろうかというと、楽譜検索サイト楽器ミーっていうのあんの知ってます？もうセッションとか来る人はみんな使ってんじゃないですか、楽器ミーっていうね。まあなんか楽曲をこう調べるとコード譜がベラベラベラって出てきて、ギターのコード譜とかピアノのあれとか出てきて、でポチッとこう押すとキー変えれたりとかね、カポする人ピーとか言うぞ、こう移調してくれたりとか、便利な世の中ですわ本当にね。もう僕らの頃はもちろんなかったわけで、バンドスコアが出たらラッキー、出なかったら耳コピするしかないみたいなのはずっとやってるね。まあ、それずっと、まあどちらにしても僕はあの YouTube であの発売前に上げるってなるから、毎回耳コピして譜面作ってるんだけど、で楽器ミーにが出るとそれで答え合わせなんかしたりしてね、やったりとかしてましたけど、昔は楽器ミーってなくてね、J トータルミュージック、今もあんのかな、 J トータルミュージックっていうのがあってね、それはね結構間違ってるのね財布する人がねあんまりちゃんと聞いてない可能性があって、寝ずに譜面取ってるかもしれないんだけど、結構間違ってるの多いなーとか思いながら見てたんだけど、楽器ミーが誕生してから楽器ミー結構合ってんなみたいなね。でそんなんで、多分だからセッションとか弾き語りとかやる人は結構楽器ミーをこうね、iPad とかこう携帯とかこう見ながらこうやって弾いていると思うんですけどね。そんなみんな使ってる楽器ミー、これにねランキングっていうのがあるんですよ。当然ランキング、どんな曲がよく見られてるか、どんなアーティストがよく見られているかっていうのはねあるんですけど、これで我らがサザン何位だと思います？サザン、これあれですよ、邦楽洋楽全部の中で何位だと思いますかって話ですよ。これ何万曲入ってんだろうね、これね。すごい。74,978曲。74,978曲も入ってる中で、何位だと思いますかねえ、サザンが。じゃあね、これをね、発表していきたいと思います。なんとサザンオールスターズ、全世界で1位です。すごくない？知ってた？この店の客が使ってるから同じ おじさんが 何百回も使って、そういうことかい？かよく分かりませんけど、サザン楽器ミーで1位なんですよ。すごい、すごいでしょ、うん、ね。ちなみに1位サザンオールスターズ、2位スピッツ、ね、3位あいみょん、4位ザ・ビートルズですからね4位ザ・ビートルズですからね。5位ミスター・チルドレン、6位中島みゆき、7位井上陽水、8位ミセス・グリーンアップル、9位斉藤和義、10位浜田翔吾ということで、楽器ミーは結構おっさんが使ってますね。その中でもサザン1位ですから、もうすごいでしょ。でだね、でですよ、さっき言った7万4千何百何十何曲ある中で、7万4千何百何十何曲もあるんだよ、この中に。全曲の中で、ね、皆さんが知ってる全部の歌の中で、ね、サザンの歌は何位なのか、これ、聞いちゃいます？これ。7万4千何百何十何曲の中で、なんと、なんと、真夏の果実が1位ですすごくないですかね、真夏の果実1位です。すごいでしょこれ。一番真夏の果実を弾いてるやつが多い、日本の中でっていうことだよ。そうですね、覚えろよそろそろ真夏の果実ぐらい毎回一人で何百回もマラソン解説開いてるおじさんいるだろ一人で、すごくないこれ。その人が教えるんじゃないの
その人がこれで覚えろこれで覚えろっつってみんなこれを見てるというね。ちなみにね、1位真夏の果実ね、2位チェリーですね。君を忘れない弾いたことある。3位マリーゴールドです。知ってる麦わらの帽子の君がです。これですね。俺4位はね、この曲はね多分有名なんだろうけど俺は知らない。若者のすべて、これは俺はおじさんだから知らないな。そして、5位マリーゴールドビギナー向けです。これ何ですかこれ。マリーゴールドについて結構ビギナー向けだと思うんですけど、マリーゴールドビギナー向けってよくわかんない。オンコードとかが省かれてんのかな、ビギナー向けってね。俺オンコード外すの許さないからね、楽器に。サザンオールスターズビギナー向けや作んないでね、嘘が広まっちゃうからね。6位、福山雅治スコールです、ね、で7位、これ遅だね、玉置浩二メロディーです。これね、これスナックで一応歌われる曲らしいね。玉置浩二メロディー。8位、井上陽水少年時代です、ね、9位、辻彩の風になるです、ね、10位中島みゆき糸ですね、っていうことらしいんだよ。っていうことなんで、サザンは全部の歌の中で1位、7万4000何曲なのかすごいよね。でサザンの中でどんなランキングになってるか気になるじゃないですかね。1位は真夏の果実ですね。2位が津波ですね。3位、愛しのエリーですね。4位ラブアフェアです。これほんとこういうランキングになってきたよね、サザンのランキングって。不動の5位希望の足立です。でここだから1位2位3位4位5位全部 D の歌なんだよね。死ぬ口中もでしょ、見つめ合うとでしょ、なんか知ったこともあるでしょ、マリオネージでなんでしょね。だっけ、夢を乗せて全部 D の歌なんだよ。これなんかすごいことになってきたよね。で6位でやっと涙のキスですね。これ C の歌ね。これ7位が大健闘なのよ。7位がね、夏を諦めてなのよ。これ意外じゃないね。波音が響けばってやってるおじさんがいるんだね。8位来ましたよ、問題の8位、真夏の果実ビギナー向けです。これだよ、これ俺見てやるよ、これ、ま、ビギナー向け、どの辺がビギナー向けなんだこれ。真夏の果実ビギナー向け、あ、やっぱりそうだ。これまずね、キーがね D じゃなくて C になってますね。キーが C になっててオンコードがやっぱない。これで楽しいかい、ビギナー向け C で歌うんだぜ、しかもオンコードなしだぜ、これだよ。こういうの歌ってる人いるかもしれない、 YouTube に。低い低い真夏の果実、しかもオンコードなしだよ。涙が溢れる悲しい季節は、これじゃフォークソングになっちゃうんだってね。ビギナー向けはダメ、やめようね。そして、9位、これもすごいな、オー・クラウディアです。10位、これもすごいよ、会いたくなった時に君はここにいないです。すごいですね。っていうことで、だから1位、2位、3位、4位、5位、8位、9位、10位が D の歌ですよ。だから大倉でも、まあ、会いたくなった時も D なんで、だから D の歌を弾きたくなるみたいね、サザンの。みんな、あ、この歌弾きてっていうのが D の歌なんだ、すごいな。真夏の果実は C になってるけど、ビギナー向けは、これも D の歌ですかね。11位、ややあの時忘れないビギナー向けもちょっと許せないな、これ。ややあの時忘れないビギナー向けどうなってんの、これ。これは、あ、これは、さすがに C になってないね。
オンコードがない、難しいコードはやめようね、オンコードはやめようねが多分ビギナー向けの、ルールなんだな。ダメですよそんなのやってたら、みんな指使えるんだからね、ちゃんとしたやつやろうということで、そういうことになってるわけですよ。だからサザンオールスターズは一番楽器を弾いている人口が多そうであるということですよね。真夏の果実が全部の中で1位だけど、次は何なのかな。サザンは次は真夏の果実の次はサザンは、愛しのエリー21位とかそんな感じ、津波、うん、そういう感じなんだね。でもやっぱすごいね。だから日本で一番弾かれてる歌は真夏の果実ですね。真夏の果実もこうオンコードで覚えましょうね。で A4 C シャープね、 Bm7 F シャープ -7 これちゃんとやりましょうね。これででももう夏が終わるから真夏の果実落ちるかな。冬でもこれ真夏の果実だったらすごいね。12月ぐらいにもう一回見てみようこれね。冬だとチェリーに抜かれたりするんだからこれ。ということで、楽器ミーでもサザンは最強だったという話でした。そしてやっぱデイの歌が多かった。だからこの辺の歌を、でもこの辺の歌をセッションでやっちゃうと敵が多いってことになっちゃうんだな。サザンで一番低い歌をやった方がいいんじゃない、この店では。そういうことじゃない。あ、サザンで一番人気ない歌ってたらあれだけど、一番見られてない楽譜は真昼の情景です。ね。今一回これ押しとこう。1位押しときました今。真昼の情景、真昼の情景ビギナー向けじゃないからね。最初もう D6 on A ですからね。これは素晴らしい、これでやろうよ、ね、その前がゴリラですね、っていう感じなんで。みんなね、楽器意味でも楽器意味はね結構ね、まあ、ビギナー向けはさっておき、通常モードで見ると結構正しいっていうか、ちゃんと細かいとこまで見ているし、感想とかも割とちゃんと載ってるでしょ。あ、すごいなと思いますね。僕が楽器ミーのサザンの財布をやってますってお兄さんがいたらぜひ会いたいな。ぜひゲストに来てくださいね。っていうぐらい便利なんで。ということで今日は、楽器ミーサザンは何位っていうのをやってみました、ね、ありがとうございました。はい、じゃあハッピーエンドのお知らせ、10月のサザンセッション25日金曜日、19時半オープン、演奏者集まり次第スタート、参加費2500円プラスドリンク代、見るだけ飲むだけでも歓迎ですということでね、ぜひね、楽器ミー、まあ、楽器見見なくてもこのお店譜面用意してあるんで、割と老人でも見えるように大きい譜面もあるんで、ぜひ遊びに来てくださいね。はい、それから私のラーメン連載はヤフーニュース東洋経済オンライン、アイラドット、プレジェントオンライン、マイナビニュース集英社オンライン、ガジェット通信書いておりますので、私の SNS ね、 X とか、インスタとかフォローしていただければ、逐一シェアしておりますので、そちらから美味しいラーメン屋さん探し使ってみてください。よろしくお願いします。はい、それから私の本、ここだけの話を聞く技術、発売中になっております。まだお持ちでない方ね、ぜひね、Amazon とか本屋さんで探してみていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、この番組は、1ヶ月に1回の生放送とサザン、ラーメン、本のミニ番組配信しておりますので、こちらの方からチャンネル登録お待ちしてます。そして今日の動画が良かった方、ぜひグッドボタン押してってください。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、私、出隊長がお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。受けろ気持ちいいぞー。